はい、どうも、あくりです。今回はこちらの黒肩スイモリのケージなんですけど、こちらのケージの蓋を改良していきたいと思います。っていうのも現在のこちらのケージの蓋がこんな感じになってます。全面黒と。こんな感じなんですね。アルミ複合板だったかな、確か。で、こんな感じで一応パンチングで穴開いてるんですけど、これが前にあって、真ん中が、まあ、ガラスなんですね。ガラスで、そして後ろがこれという感じなんですけれども、ちょっとね、上から見た感じ、遠目で見るとこんな感じなんですけど、なんというか、開放感がないというか、そんな感じで思っちゃったんですよね。ということで、あと、まあ、光も通りにくいということなんで、この、まあ、この黒い部分、前面だけかな。後ろはファンがついてるんで、まあ、後ろもやっとくか。一応、ここと、前と、後ろの、この黒のアルミ複合板を透明な蓋に改良していきたいと思います。はい、ということで、蓋の改良で使う素材、材料がこれです。アルミのフレームと、で透明のパンチング塩ビ板ですね。厚さ1ミリです。でふにゃふにゃなんですね。だからフレーム入れなきゃいけないんですよね。これは以前の動画、赤原イモリの蓋改良ですね、はい、の動画で、まあ、使用した、まあ、その改良で使用したやつなんですけど、それの余りですね。そしておなじみの接着で使うバスコーク、まあ、余ってるんで、まあ、使い切っていこうかなって感じですね。これらを使って、改良していきたいと思います。はい、というわけで、これが、今使ってるケージの蓋なんですけど、これと同じサイズで作ろうと思うんで、まず、毛書き入れていきます。毛書きピッ。まあ、大体で、やっていきます。上ここでさささと、はい、ここでカットしていきます。よし、そして次、よし、1枚目完成じゃない、切れました。サイズも、いい感じですね。やや大きいか、いやいやいや、まあまあまあ大丈夫でしょう。よし、2枚目切っていこうと思います。はい、というわけで接着していきたいと思います。バスコーク、これをもちろん使います。一応幅が違うのにしたのは、ちょっとでも補強、強度の高いようにしようと思ったんですけど、この幅を前後でやっちゃうと、ちょっと、それはそれで、見づらいかなと。出るな、反対側から。まあもう貼っちゃいます。そんなにビビるか。85 85 OK、 今85。はい、というわけで、約1日おきました。こんな感じですね。やっぱり、寸法合ってなかったですね、ここ。若干隙間が空いてるし、こっちも、
入ってますし、そもそものアルミの材料が綺麗じゃないです。かなり傷ついてるし、汚れてるし、まあ、汚いんですが、もう仕方ないですね。傷やばいですね、これ。はい、っていう感じです。裏がこうですね。もう貼り付けただけです、シリコンで。バスコックか。まあこんな感じで、見た目はかなり悪いですが、さあ、これを取り付けていきたいと思います。はまるのかどうかってとこも心配ですけどね。さて、これを取り付けていきたいと思います。はい、では、蓋を取り替えていきます。よし、入りました。なんとか入りましたね。こんな感じです。さあ、うん、まあそこそこ開放感は出ましたね。比較の画像がこんな感じです。どうでしょうか。うん、開放感は出た。ただ処理がね、ちょっと雑でしたね。ここ、まあ、隙間はしはな、閉じますね、隙間。で、裏の方は隙間が、うん、ほぼなしで、こっちの方もややあるんですけど、2mm ですね。 2mm、 これは脱走不可能。そしてこっちに関してもないですね。全くないですっていう感じですね。まあなんとかうまいこと入りましたね。引きで見るとこんな感じ。はい、はい、という感じで、まあこれで完成ですね。はい、パンチングの透明の塩ビ板余っててよかったです。たまたま赤原水槽の蓋の余りだったんですけど、ちょうどこのサイズ分2枚取れてよかったですね。はい、よし、まあこれでね、前回よりも開放感を出たと思ってます。はい、ではこれで終わりたいと思います。ありがとうございました。またのご視聴をよろしくお願いします。